それでは続きまして、小林慎二監督兼、スポーツダイレクター、スポーツダイレクターより、ご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、小林です。今回にあたって、監督と一つスポーツダイレクターという仕事を、兼務でやるようになりました。その背景としては3つのことがあります。1つ目は、社長にお会いして、まず北九州の思いと今の状況を踏まえ、少し時間をかけて土台作りをやってほしいということを、相談を受けました。すごく大切なことだと思うし、正直私はサッカーを知らないと言われました。でも私より経験がある世の中を見る目でであれば、純粋に人がやることでありますから、そういうことを話を聞きながら、加盟を受けました。2つ目は、私が広島のサンフレッチェ広島のトップチームのスカウトと育成スカウトをしているときに、九州に来る前に必ず北九州のこの地に寄って、中学生ナショナルトレセンという肩書きで指導をやっている指導者と子どもたちをいつも見て、実は高校のスカウティングに行ったものです。なぜかというと、北九州のエリアにはあの当時すごい人材が多くて、そういうのをいつも、いつも2週間に1回ぐらいここに寄って、こっそり寄って、私は九州のいろんなところのトップチームの、スカウトに行ってたんですね。そういう思い出がありました。3つ目は、今シーズンの11月に J ユースカップの決勝の解説をやったんですね。その時私初めてこの立派なスタジアムに来ました。こんな立派なスタジアムがある、こんなに近いところにあるっていうのは全国ないです。で、私はいくつかのクラブを経験してますけど、サッカー専用スタジアムがあるっていうのも J1、J2、J3、 特に J1 増えましたけど J2 においてでも少ないんです。それが J3 にもあるということ。で、ここで選手が一生懸命やるとサポーターも喜んでくれるだろうな、当然逆のこともありますよね。そんなに身近なスタジアムで共有できるっていうところが立派にあるということ、駅からこんなに近いっていうことを考えると、やってみたいなっていうところはすごく思います。で、いくつかのクラブを経験してます。J1 もありますし、J2 もあります。初めて、J3 のクラブですけど、自分の経験を大きなクラブではなくて、コンパクトなクラブからもう一度やれないだろうかっていうところが、自分の中に自分の経験を落とせないだろうかっていうところです。スポーツダイレクターとしてチームの強化にかかります。と、一見選手というふうに見られると思いますけど、選手を動かすのはスタッフで、スタッフのレベルが上がらないと選手は伸びないんです。そういう優秀なスタッフを少しでも集めることと、もう一つはアカデミーと縦の関係で優秀なスタッフを作るということ、すなわち優秀な選手が育つということですね。北九州のこの土台には、九州は高校もレベルが高いんで、選手は選ぶ権利があると思います。ですから、その選ぶ権利の中に、我々ギラバンツのユースがあって、ユースからトップにつながるという、たかだか3年5年の間にそういうことが起こるんですね。ですから、そういうことも、長期というより短期になるかもしれないです。短期かもしれないですけど、そういうふうな縦のクラブの良さを、この規模が大きくならないうちに、そういう土台作りができないだろうかということで、引き受けてみました。いろいろ
動き出して問題があると思いますけど、日々選手が集まったりスタッフが集まったり、このようにたくさんの記者会見、皆さんの前でこういうお話ができるということが、仕事に対してこう何ですかね、ウキウキするっていうかな、来年からやってみたいっていうふうに今思っている次第です。今日は本当に、雨の中、集まっていただきありがとうございます。できるだけ、皆さんの期待に沿えるように一日を大事に、共に学ぶ、選手と共に成長するっていうことを忘れずに、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。